仕方ねえ、やってやるか。てれ、ボディ面が整ったので黒を塗装します。今回は手間の回数を減らすため、窓枠やダクトの艶消し黒を塗るのに合わせてボディも塗っちゃいます。ボディ全体が一時艶消しになりますが、窓枠やダクトをマスキングしてからクリアを拭きます。研ぎ出しの時の水洗いとかどうすんねんって感じですが、やってみます。小さいパーツも忘れずに。微妙にステアリングに手が届かなかったので、アクセルペダル周りの壁を奥まらせました。少しスペースがありましたので、できました。こんなにシート前進させてますが、エポキシパテでヘルメットなしの状態も作りました。黒ひょうのお顔を作ります。スポンジヤスリをちぎって前髪に。塗装します。前髪をどっちにつけるか迷いました。スネ夫の正面顔のように。どこ見てんだ。やるじゃねえか。つや消し黒が残るようにマスキングします。マスキングが終わったらデカールを貼ってからクリアを拭く予定です。とりあえずこれでやってみます。
ここのライトの内側もマスキングします。ライトカバーをつけてマスキングラインをチェックします。白を塗りました。少しはみ出ましたので、筆で艶消し黒で修正します。カーナンバーを貼ります。タミヤ F1 のあまりでカールです。確かジョーダン191から。ドアにも貼ります。長谷川の三浦のあまりデカールよりゴールドのランボルギーニエンブレムを。ベルトーネデカールは付属のものです。デカールが乾燥したら、クリアを拭きたいと思います。何、貼ったろうじゃんか。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。